もう潮が澄んでると、まあ、人魚になったみたいな魚がいっぱい泳いでたりこうするとすごく気持ちがいいですよ、うん、全身運動するし楽しいからやっぱしそれだけ、うん、あの 若返るんやろね何歳になっても天草に行きたいと思います。80超えても海潜ってアワビ取ってサザエ取ってそういう生活したいです。若い人来てくれたらいいなと思うけどなかなか天草って厳しい仕事ですのでね、自分の子供らにはしたさせたくないって思うし、